移送任務完了。この三人をよろしく頼む。この後、用があるようだな。あ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか？今回はちょっと特別というだけだ。シェブレーゼ！公爵！祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ？ああ。看護師長なんか、栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか？もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ？はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ。いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば、一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人、不運に見舞われる奴が出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は、俺に何か用か？オイラたちが来たのは、私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日か、忘れてはいない。ひひっ、じゃあ、急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたらもな。祭りを楽しむといい。